皆さんこんにちは、BE:FIRSTです。ソータです、よろしくお願いします。シュンです、よろしくお願いします。リョウキです、よろしくお願いします。ジロです、よろしくお願いします。アートです、お願いします。最近ご家庭でもクーラーをつけてる人が多いと思いますが、僕の家はつけてます。リュウヘです。つけてるんだ。レオです。はい、ということで今回はカタカナ禁止ゲームをやっていきたいと思います。ゲームって言った。はい、アウト。はい、アウト。アウト。そういうアウト。はい、アウト。はい、アウト。ダメ。はい、アウト。ダメ。指差しした、指差しした。言ってるじゃない。説明の時に使っちゃいけないね。うん、はい。誰から行く、これ。春とか秋とかに来たくなる。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。洋服で。はい。ニット。セーター。で、かぶる。かぶることができる。冬場とかは、中に着たりして、はい、もっと厚い上着を上からかぶる、はい、カーディガン、はい、はい、ベスト、はい、タンクトップトレーナー、はい、ヒートテック。こんなに綺麗に言ってたらダメなことがある。皆さんは結構好き、そのアイテムが。なぜなら愛着があるし、思い出が詰まってるから。はい。フード、惜しい。はい、はい、パーカー。正解。あー、これ喋るのめっちゃ緊張する。よーい、スタート。まあ英語でプレゼンしてこれのやり方知ってるルールね。できそうだね。いつも皆さんがされていることです。ダンス。あー、はい、はい、ストレッチ。あー、はい、パフォーマンス。あ、すごい。料金の車検見に来る。車検はいはいはい、はい、ベスティー。よし、これずるい。よし、もう一度できます。もう難しくないよ、予想じゃない。ちょっとさ、なんか難しくない。難しいのしたよね、ちょっと。答えって違うのだったら言っちゃってるから。あ、じゃあマイナスみたいな。だから、はい、無駄答え。お手つき、お手つきマイナスにしよっか。11月3日。うわ、行きた。あ、でもまだまだわかんない。あれ、マイナス来たでしょ。ちょっと怖いよね。ちょっと行くわ。行くな。俺に任せろ。ギフテッド。うわ、行くわ。あ、俺どうせも勝てないから。で、行くわ。デビュー。正解。よし。よし。これは簡単かもしれない。あ、しまった。うわ、簡単じゃないわ。カタカナじゃないか。お。カタカナは漢字あります。あ、そうだそうだ。弁護人。弁護人。俺、俺点稼いでないからもう。そういうことない。通信で。いろんな人に発信するときの、みんなが検索してまとめて見やすくなる。はい、はい、ハッシュタグ。正解。うわー、これはファインプレーじゃない。すごいね。さすが弁護人。すごいね。さすが弁護人。あ、もちろん専属でやらせていただきます。やらかした。え、違う。え、とりあえず違う。え、とりあえず違う。え、とりあえず違う。え、あ、じゃあよ。はい、主に歌を歌ったりする演者が。え、なんて言うんだっけ、それって。立つ会場、または、運動選手が試合をする、場所。スタジアム。正解です。うわ、この二人通じ合ってるかな。弁護人と。まあ、ここじゃん。最後一問じゃん。ちょ、今の段階のあれ聞いてもいいですか。絶対ジロさんが何ポイント差ですか。2位は、レオさんとマナさん。うわ、すげえ。それ、最下位は誰なんですか。最下位はソウさん。うわ、ちょっとそれはさすがにやばいか。俺らって7人で1つじゃん。ってことはさ、最後はさ、やっぱ1じゃないよね。7で終われてると思ってる。レオ君2足方向だし、じゃあ2ポイント。誰が2足方向だよ。4足方向で。じゃあ4ポイント。僕の高校の人たちが使いがち。知らないんだよな。俺とソータがやった。はい。やった。
ソータさん、これ俺7ポイント取っちゃっていいんすか。ギャルピース正解しゃはい、ということで始まりましたけど、はい、今回はただただゲーム禁止ゲーム、優勝者はレオくんです。いやー、本当罰ゲーム、罰ゲーム、なんか毎回あるよね。なんかさ、カヌレットの時も勝った人なんかカヌレットやらされてた。確かにやったやった。カタカナで、あの今年の折り返しの抱負を、あーいいね、いいね、575でライブツアー。おー、いい、いいじゃん。BE:FIRSTとベスティで。おお、素晴らしい。で、優勝のやつは本当に、え、今おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。以上、BE:FIRSTでした。ありがとうございました。バイバーイ。冷蔵庫にあるお茶